ヨースデモンペルはフランドルの風景画家。ヨースデモンペル二世と表記されることもある。ピーテル・ブリューゲルとピーテル・パウル・ルーベンスをつなぐ重要な画家であり、ブリューゲルの影響を強く受けている。ヨースデモンペルはアントワープの画家一族に生まれ、風景画家であった祖父にちなんで名付けられた。父親のバルトロメウスデモンペルのもで修行し、百八十一年にアントワープのセール組合に、 親方として登録した。息子のフィリッペとフランスも画家である。1580年代にはイタリアに旅をして学んだ。デモンペルは主に風景画を手掛け、高い評価を得ていた。彼は見晴らしの良い地点から見たマニエリスム風の色使いを用いた空想上の風景ともっと自然な色使いの現実的な風景との両方を描いている。 500作品ほどがデモンペルの作品として考えられているが、日付が入っているものはほとんどない。組合に登録した弟子には風俗が弟子られるルイド・コルリーや息子のフィリッペでモンペルがいる。ありがとうございます。